サニックスワールドラグビーユース交流大会とは、高校生世代のラグビーの国際大会である。毎年4月28日から5月5日の間で、福岡県宗方市のグローバルアリーナで開催される。男子15人制の大会として、2000年からスタートし、国内8チーム、海外8チームの、計16チームで行われる。ただし、2009年の第10回大会は、 海外9チームを含む20チームで開催。女子7人制の競技は2013年に国内4チームで始まった。2014年からは国内4チーム、海外4チームの計8チームで行われている。2020年春に開催予定の第21回大会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止された。男子15人制の競技では 出場16チームが予選リーグと順位決定トーナメントの2ステージで優勝を競う。予選リーグでは4チームずつの4つのプールに均等に分けられ、3日間の間各プール内で総当たり戦を行う。順位決定トーナメントは大会から第9回大会まで2日間で行われ、各チームの試合数が全部で5試合だった。2009年の第10回大会には、 海外9チームを含む20チームが参加し、予選リーグでは4チームずつの5つのプールに分かれた。また、順位決勝トーナメントが1日延びて3日間となった、結果、試合数も6試合に増えた。試合日数と試合数の増加が評価され、それ以降の大会が16チームで行われるにも、かかわらず、継続されてきた。国内8チームの選抜方法は、 前年度開催の全国高校ラグビー大会のベスト4進出校が優先的に選ばれ、残り4校のうち3校に関しては、基本的に地元九州うちの高校が選ばれることが多いが、予選大会の上位3校が選ばれたこともある。残り1校は、毎年1月初めに国内16校によるサニックスワールドラグビーユース交流大会予選会で優勝した高校になる。 全国大会に出場できなかった全国の上位校が集まり順位決定トーナメント方式で4試合を行う。1月1日から5日まで全国大会の裏で行われているので、いつからか裏花園と呼ばれている。それに対し主催者は、表、サニックスと言い張っている。海外参加校に関しては各国協会に委ねられている。そのため、 必ずしもその国のチャンピオン校が参加するわけでもない。ニュージーランド勢の優勝が多いのは国内高校王者が参加しているのが要因と思われる。2006年優勝チームはクライストチャーチボーイズハイスクールボーランド農業ハイスクール対仙台育英高校スコットランドのジョージ・ワトソンズ・カレッジ・パイプスドラムズ単独の高校チームの世界大会として注目されている。また、 日本では春の選抜、冬の選手権と並ぶ高校世代の三大タイトルの一つである。これまでの参加選手数は約1万3000人。うち145人が後に各国代表となった。2019年のラグビーワールドカップ日本大会には25人の選手が出場した。女子7人制の競技は2013年にの初回大会では 出場国内4チームが1つのプールで総当たり戦を行った。翌年から海外4チームも加わることによってプールが2つに増え、競技も男子15人制のと同区、1000リーグと順位決定トーナメントの2ステージで行われるようになった。各式典ではスコットランドのバグパイプバンドの演奏が定番となっている。2000年と2002年はベール・オブ・アソル・パイプバンド。 2001年は、ダラーアカデミーパイプバンド。2003年からは、ジョージ・ワトソンズ・カレッジ・パイプスドラムズ。2018年大会から、各チームから推薦された選手で構成される、合同チームのエキシビションマッチが評判となっている。男子15人制において、チーム別では、ハミルトン・ボーイズ・ハイスクールが、最多3回の優勝。 国別ではニュージーランドが最多9回の優勝を誇る。続いて、ロトルア・ボーイズ・ハイスクールと、クライスト・チャーチー・ボーイズ・ハイスクール、クレムウッド・ハイスクールとポール・ルース・ジムナジアムが2回ずつ、また、南アフリカの代表が6回にわたり優勝している。ニュージーランドのチームが2003年から4連覇し、2010年から5連覇をしたが、2015年以降は優勝から遠ざかっている。 ちなみに、日本の高校は、準優勝が最高である。女子7人制では、関東選抜が2回の優勝、日本勢が5回の優勝を誇る。2000年から2002年の間は、データなし。ありがとうございます。